はい、じゃあ皆さんこんにちは。今日はですね、以前僕がですね、ネットの方で偽物を買ってしまったぞっていうような回を、やらせてもらったと思うんですけど、実際にこのボールこんなだよっていうのをですね、聞きにですね、テーラーメイドの田中さんの方からですね、はい、お声掛けを、いただきまして、来させていただきましたので、田中さんどうも今日はよろしくお願いします。ありがとうございます。私は普段開発をしていて、はい、ボールとウェッジパターがメインで、クラブ全部やってるんですけど、やっぱりボールもですね、最近その模倣品が多いっていうのはちょっと聞いていたので、はい、プロがちょうど、まさか購入されてると思わなかったんで、ちょっと興味がありまして難しいですね、はい、送ってもらえたらっていうふうに言っていただいて、もうすぐ送ってるんですね。そしたらもう衝撃的な内容だったぞっていうところも連絡いただいたので、ごめんなさい、じゃあちょっとお伺いしていいですか。はい。ね。言って今回。ぜひ。っていうことで来ていただいて。そうです。そうそうそう。送っていただいたんですか。いえいえ。はい。本当に箱はですね、はい。これを見る限り、あとこういうところの表記、アイテムコードっていう社内の管理コードとか、はい、見る感じは箱は本物っぽいです。はい、です。でそれはこちらもそうなんですよ。でただいただいた時に、シュリンクかぶってたので私もこう開けさせていただきましたけど、そもそもまずシュリンクをかぶせる文化がないんですよ。ボールに。そうですね、そうですね。まずそこがおかしい。おかしいですね。ってことはこれ何かをカモフラージュしてるな、はい、それ何かなっていう時に、ちょっと見た時にこういうところにやっぱ傷が張ったりして、はい、多分この箱はちょっと一回使っている、はい、商品、実際我々の商品で出ていて、はい、例えばどっかの工場とかからもうね、古いものを箱だけの余っちゃったものがなんかこう流出したりとか、まあ、そういったものを使っているので、実際に届いた時は本物じゃんって多分思うんですよ、一般の方。シュリンクがちょっと余計でしたけどね。そうですね。はい、でちょっと見させていただいたら、本当にプロも YouTube でおっしゃいましたけど、もう音が違いますよね。ちょっとこれね、持ってきますけど、この速さ、このヘッドスピードってもうウェッジよりも全然遅いじゃないですか。ってことは表面のカバーしかこの音のそのなんていうかね、カチカチ感で出してないんですよ。芯まで動いてない。この音の低さ、ウレタンカバーの柔らかさとアヨロの硬さ、全然違うですね。全然違うんですよ。全然違う。でも持った時にこうやってこうくるくる回す時にもうツルンツルンなんですよね。本当に手さえそのパンって持ってまず。色違くねウレタンカバーってそんなにうまく回せないんですよ。粘り気があるんです。そうなんですよね。はい、そうなんですよ。こういう滑りが違います。もう全然違うの持った感じも。いやちょっと本当に笑っちゃう。笑っちゃう。いやこれで、ね、でも一般の方は本物の箱入ってて TP5 って書いてあるし、本物だなって一瞬思っちゃうかもしれないです。明らかに変なところにサイドスタンプがありますしね。はい、これはやっぱりうちではありえない。はい、そうですね。ですね。うん、はい。ロゴのサイズ感とかもちょっとおかしいなというのがあるんですけどね。っていう感じなんで、はい、ちょっとこれ切ってもいいですか。あ、もちろん切って。目の前で切った方が面白くないと思って。切りますよ。ボール切ります。はい。これ私たち実際に新製品の展示会とかいうところでも、やっぱり実際に切ったものをこう皆さんに見せていくんですね。ちょっとじゃあまず、はい、うちの本当の TP5X、 僕の話に来ちゃっていいですか。いやいや、そうなんですけど、この切るときにやっぱり TP5 ってこう5層の構造になってて、一番外側は柔らかいんですね、はい、でそのもう一個内側の、要は中から4層目の構造が一番硬いんですね。ちょっとこの段階でちょっと硬いんですよ。でだんだんちょっと柔らかくなってきて、真ん中は、まあ、音ちょっと聞いてほしいです。あんましないけど、ちょっとこう控えめな音ですね。この音との後で比較していただきたいんですけど、こう切りますね。でこうなります。でこれ何層あるかと、こんなになってますね。これは5層構造ですね。そうですね。真ん中の赤いところでちょっとこの赤、透明っぽいのが2層目、白いのが3層目で、先ほどちょっと話した少し硬いのはこの黄色い部分なんですけど、ここが硬くて、要は例えばウェッジとかでスピンがかかる原理って、外側のウレタンカバーがまず柔らかいことが全然条件なんですけど、硬いウェッジで打ちますよね。その時にこっちが全部柔らかいと、結局なんでしょうね、ただボールが潰れるだけなんですよ。なのでこの柔らかいウレタンカバーとその内側にあるこの硬い層で、要は硬いのと硬い層と硬いウェッジで柔らかいカバーを挟むんでスピンがかかるんですね。なのでここの4層目って硬くできてます。はい、当然この外側のカバーの柔らかさとか厚さもちょっと厚い方が
スピン切りたりしますけど、まあこれは一応ちゃんと TP5 なのでご紹介します。ちょっとこっちいただいた方、はい、これちょっと聞いてみて、音がですね、先ほどの感じと違うと思うので。外側はまだいいんですけど、ギュってなんかギュッ、おう大丈夫かなって思うぐらい、うん、僕初めて聞きました、この音ボールを切ってすごいなんか抵抗があるのかなんだろうなっていうこと、なんか途中で割れて弾けるのかなって思うような感じが昔のね、その、はい、リキッドのボールで出すんだと、はいはい、切ってみたらやば、真っ白、これ捉えていただいて、すごくないですかこれ、これこれやばいですね、これはですね、まあ、まず、ま、中も白で外側も白っていうのもあんまりないような気もしていて、真っ白です、真っ白、うん、同じ、実はこれと同じ構造、はい、基本的には同じ構造のボールを私ども作っていて、はい、まあ、ディスタンス、はいはいはい、1箱1ダースで、ね、2000円のボールなんですけど、これも外側アイロンマーカバーで2ピースなんですね、はい、で、まあ、これは、まあ、これ同じ構造といってもさっきみたいなことしないですけどね、すごいなんかソフトな素材なんですけど、はいはい、基本的にあまりこんな感じで、まあ、外と中の色が違うことが基本的にとても多いんですよ。まず僕完全に真っ白のボールって結構初めて見たかもしれないです。外側の白で内側の白、これテーラーメイドさんの、これまあいわゆる2ピースですね、そうです、アイオーノマーカバーですね、これもまあ多分アイオーノマーカバーだと思います、はい、はい、なので、まあ、まあこれとね同じボールですよということで売っていたということですね。そうです、はい、こちらとこちらが同じボールとして売られてました、はい、ちょっとお得ですよねちょっと手を出せちゃうぐらいのお値段ですね。そうですね、これ多分2000円で売ってたら多分プロも、はい、偽物じゃなくて、ね、2000円の TP5 ないでしょってなると思うんですよね、はい、値段が、あ、これっていう感じの、うん、ちょっといいところついてる、いいところつかれたんで思わず手を出してしまったっていう、まあでも逆にあの手を出したから こんな機会を持てた、逆にラッキーみたいなねラッキーラッキーですね、まあ、僕もラッキーですあんまりやっぱり切ることもまだないので、はいはい、でまあボールもね、あの、まあ、正直報告は受けてるんですよ、これまで何度か、はいはいはい、あの偽物がありますよっていうの、はいはいはい、そうやってやっぱり実際にご購入された方、はい、でもやっぱりまあアジアの国から送られてきて、税関でこれ箱がまず違うから偽物ですよねっていうのがメーカーに来たりするんですよ。で、あ、それ偽物だと思います、うちその箱作ってませんってなったらそこでまあ没収というか、なる、それが多いんですね。でクラブとかそう、すごいそうなんですよ、クラブ見た目でもう違ったらあれなんで、でもボールは特に今回の場合パッケージが本物なので税関とか多分抜けてきちゃうんでしょう、ね、中のボール見て、あ、これはアイオノマですねとか当然税関ができないじゃないですか。なのでこれは普通にまあ、お客さんの元まで届いてるんですけど、まあ我々は実際そんなにあの、まあ、見てますけど、ここまで切るまではしたことなかったので、はい、よかったです。よかったら実際にちょっとウェッジとか打ってみますか。そうですね、はい、実際この後また打ってみたいと思います、はい、どう違うのか、とりあえず中は本物これ、まあ、偽物です、はい、こんだけ違いましたっていうところを切ってみたのはここまででした。じゃあ次は打ってみたいと思います。